この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよね。はい、というわけで皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。というわけでね、今回なんてタイトルだったかな、どっこいショット、ゴッドイーターオフショットということで、アリーさんのアリサ版っていうのかな、すごく安く売られてました。1480円で、DVD 付きのパックが売られてました。DVD とソフト付きで1480円って相当安いよね。うん、安い。ね。じゃあ早速ストーリーやっていきましょう。ああ、もう、これしか選べないよね。アリサしか選べないね。年齢15歳です。身長160センチ。俺と同じじゃん。いや、ちょっとあれかな。もうちょいあるかな。161センチだからさ。うん。で、ん？うん？体重非公開。あ、そう。あ、そう。まあ、見るからに、多分、まあ、お胸とお尻がなかなかお肉ついているので、41、2だと思うんですよね。うん。160だし、いや、もうちょいあってもいいかな。はい、ポチ。なんだこれ。丸しか押せねえし。うん。いきます。ポチ。まあ、このゴッドイーターのね、オフショットというものは、お明日からですよね。はい。丸一日の密着取材なんて正直遠慮したいんですけど。あらあら、全部フルボイスで喋るんですね。ありがとうございます。任務と言われたら仕方ありませんね。そう、任務なんです。一応言っておきますけど、変なところ取らないでくださいね。変なところを取るのが仕事なんです。取っちゃダメ。上から下まで取ります。では明日はよろしくお願いします。いや、こちらこそ。お部屋きれいにしといてね。という感じで、あのゴッドイーターに出てくるこのキャラクターの丸々1日を撮影できると。だって撮影するのが仕事でしょ。そうです。おはようございます。おはようございます。寝起き姿でも期待してました。はい、どうもどうも。では早速取材。お下から行けるぞ。わかってますって皆さん。皆さんが見たいのは真正面ではない。下からこうだろ。知ってますとも。このまますぐ進みますか。はい。イエス。おお、なるほど。怒られそう。こっちにはあれ、下着なかったっけ。あ、それサケさんの部屋か。化粧品が素晴らしいよ。何使ってんのかね。そーっと行くけど。あ、はい、すいません。すいません。はい、じゃあ下から1枚。丸見え、バシャ。取ったし、ほんとに。入って。トロフィー獲得したよ。一番最初のショットがスカートからして、あ、そうですよね。改めて、はい、今日は一日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうも。ちょっと待ってね、君の部屋ちょっと、もうちょいね。バー、なんだここは。朝食。ほう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 、朝食取られるって嫌だろうね。朝食を撮影するのは仕事だよ。そうだよね、撮影しなきゃいけないね。もうさ、盗撮じゃないんだよ。食べにくいんですけど。食べにくいって言われてた。あ、ズームできんな。あ、ここまで言われちゃう。あ、そう。あ、そう。あー、ダメだね。密着取材って食事中も撮影されるんですね。そうですね。顔撮ってあげなよ。じゃ真正面からいきますか。真正面から角度つけて、角度つけて、ズームして、そう。朝食食べました？その顔いいよ。いいですね。はい、それいいよ。いただき、はい、ありがとうございます。もうちょいこっち見て、こっち見て。わあ、何何、やだ。何、あ、やだじゃない、ね、もう一回。お、いいね、それいいよ、いいよ。今の使わないでくださいよ。あ、ごめん、は、あの 100% 使いますよ。あ、グリーンと風邪じゃないですからね。おう、なんか俺も喋った方がいいってことかな。あ、ダメだ、今のはダメだ。もっと、もうちょいなんかしっかり、あ。面白いね。お、あ、なるほどね。やっ、あ、なるほど、なるほど、からのですよね。はい、分かってますとも、皆さん分かってますとも。はい、ありがとう。もっと頑張らないと。そうですね。じゃあちょっとかっこよく真面目に撮るから。もう君また開きすぎなんだよ、見えちゃう。どうかっこよく撮ろうかな。いいよ、もう一回。どうですか、いいよ。フォーム崩れてません。いや、かっこよく撮ろうとしても君パンツ見えるね。どう赤いでもその格好嘘ちゃう。
いいよ、振って。参考にしたいので、後で写真でいただけますか。あ、でも、ちゃんと撮らないと怒られる。いいよ、いいよ、はい。連射ができないと。上から行くか。真正面だと出さないよ。やっ、しっかり取ろうかな。ね。あ、ダメ。今取るところだったの。あんたもバカじゃねえの。はい、いいよ、いいよ。なかなか難しいね。射撃訓練に入ります。危ないですから、撮影はここまでにしてください。はい。ただのシャワーアガなんですけど、ここも取るんですか。取りますよ。仕事熱心なのはいいですけど、本業を忘れないでくださいよ。変な趣味してますね。あら、あ、この先行けないと。この先はさすがに。何ちょっと見てるんですか。いや、見ますとも。いや、それは見ますとも。それは見ますとも。ありがとうございます。ありがとうございます。変態。変な目で見ないでください。ほら、言われとるよ。言われてますね。でもね、引けないのがカメラマンってことなんですよ。いや、いいよ。その、ちゃんと撮れてますか。撮れてますよ。撮れてますと。もちろん、しっかりと。あ、そうだ、上に。そういえば、人前で帽子を取ったの久しぶりかも。こういって、はい、手を離してください。はい、手をどかしてください。そうです、手をどかしてください。はい、そこ、はい、そこ。あ、立派な地図ですね。いいよ、上目遣いってやつもいいよ。上目遣いってやつもいいんだよ、ね、いいんだよ、こっち向いて、こっち向いて。そう、いい顔をしてる。着替えたいので出て行ってもらえますか。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にごちそうさまでした。変態。お、カンナ、カンナ買いちゃったよね。カンナじゃん。私も買ってきたんですけど、食べませんか。え、これ手作りなんですか。どれ。あ、また謎のメーテア。パン、 あ、大丈夫なの、食べちゃって。あ、普通に食ったことだよね。止まるよ。そんなに見られたら食べづらいんですけど。あ、すいません。本当すいません。いいんだよ。あ、いいね。あ、いいよ、いいよ。このアングルいいね。あー、素晴らしい、素晴らしいよ。横から行こうか、こう行こうかね。いいよ、もう一回。あー、いいね。外はカリッとしてるのに中はふわっとしてて、今の笑顔撮りたかった。もう一回笑顔見せてくれないから。見せない、見せない。もう一回、もう一回。違う、それじゃないな、それじゃないな。さっきの笑顔が欲しいんだな。そこ、出て。このクッキーすごく美味しいですよ。違う。ま、お、坂木じゃん。あら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 、俺の大好きなコータ君、どうしたの。寝ちゃってるね、これね。これ寝ちゃってるね。寝てますね、確実に。人類の天敵、この人はお開きすぎます。いや、かっこいい。世界を破壊するもの。こんなところだ。コータかっこいいよな。これらは友達になりたい。認識としては間違ってない。チラ見してるからさ。お前今カンニングしたろ、見てるぞお前。素直に捉えられているとそのつぶらの人に。素晴らしいよ。コータ起きませんね。じゃあなぜどうやって荒神は発生したのかって考えたことあるかい。発言が変態くさい。ほら、君たちも知ってください。おっと、荒神はある日突っ、あー、振り向けなかった。多分コータ起きたんじゃないか、一瞬だけ。起きたんじゃないかな。あ、死んだわ。激鎮、激鎮。ダメ、私まで寝ちゃう。もうコートの睡眠は伝染しますからね。あ、いいね、いいよ。もう一回寝て、もう一回寝ちゃっていいよ。
はい、撮ったからね。はい、撮ったから。はい、あちょっと薄め上げてるね。ちょっと完全に目閉じてるとこ撮ってやるからな。あ、ちょ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 、いや、サメ。あ、おいしょ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 、撮りすぎだ。オラクル細胞結合を断ち切るしかない。いいよ、いいよ、もう一回、うとっと。うとっと来ちゃっていいんだよ。うとっと。来てます、来てます、来てます。はい、ありがとうございます。あ、普通に撮れたわ。榊のね、話が長いんですよね。まあ、みんなが言う先生ですね。どうした？そんなに足閉じたら見えないでしょ。変態。褒めるなって。褒めてると思ってか。今日はなんだか眠れなくて。あら。さっき寝てたやん。そのせいだな。いいツッコミ入ったね。お、待ってクビット。待ってあ、ちょびっとだな、お前。待ってクビット行かなきゃ。これ、美味しくないですね。あ、そう？そうだよ。美味しいのと美味しくないのあるじゃん。まあそうだね、アメリカっぽいね、50円くらいのやつはね。おあなたはいつも遅くまで起きているんですか？はい、開きました。はい、開きました。はい、ありがとうございます。はい。ごめん、話聞いてなかった。なんだっけ。ひどい。よかったらこれ飲みます？飲みます、もちろん。仕方？仕方。おかしいな。くそ。あ、でもなんか薄め開いて。お。そろそろ部屋に戻りますね。ではまた明日。寄りすぎ。これ無限に続くの。おお。あら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 、俺危ないおじさんみたいな感じになその通りじゃんだって。あ、起きた。来るの遅いですよ、うん、ここまで行くんだこのカメラマンね。ほんと変態だな。誰だよこのカメラマンは。あ、いいよいいよいいね。顔を撮ると思いきやお胸に行きました。はい、ありがとうございます。クッキーもう一枚。夢見てる。クッキークッキークッキー。あら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 、うん、あ、サービスタイム来ました。サービスタイム。はい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 。寄りすぎね。あ、ここら辺かな。ズームも欲しいよね。あー、いやいやいや、うん、はいはい。あ、え、何？お許可なしだったね、完全にね、うん、めっちゃ見てる。敵を2回も狙ってくるなんて、その執念にドン引きです。これは上からの。完全に油断してました。上向いて。そう、その顔。あ、それいいよ。あ、トロフィーとかで映っちゃったりしてね。もう一回、もう一回、もう一回さっきの。クマとかないですよね。ないっすよ、大丈夫だよ、綺麗なお肌だよ。ここらへん。はい、こっち向いて。ちょっと。取れた。いいよ、もう一回。なんか来ない、なんか来ないの。いいんだよ、もう一度サービス接種豊富でいいんだよ。いいんだよ。いった。どうした？なんでもない。はい、ありがとうございます。そろそろ支度しますね。はい、支度ってもう起きるのね。あ、まあ6時って書いてあったもんね。これで密着取材は終わりですね。もう終わりました。ひとまずお疲れ様でした。はい。取材として適切な内容だったのか疑問もありますか？適切じゃない。ツッコミ入りました。カメラマンの腕が良ければ高評価は当然ですよね。そうですね、多分このチャンネルのこの動画に結構高評価は入ってると思いますよ。男性から、特に主に男性から。次があったら都合がつけばお付き合いしてもいいですよ。あら、俺告白した覚えはないんだけど。でも今朝の屈辱は忘れませんからね。知ってるよ。ザクザク来るな、さっきから。待って、撮り方おかしいな。これどうなんだろう、タイトルに戻るのかな。あれ、トロフィーなんかさ、おー、あー、こうやってなんかどんどん関係を深めてってベッドインするゲームなんですね。
ん、そこまでないでしょ。はい、というわけで、まあここ今回はね、あ、ちょ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 、まあ今回はここら辺で終わりかなって思いきや、もう一回やりたいんだけど、こうやりたいけど、まあちょっとそれは次回に、お楽しみにということで、今回ここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしてください。じゃあねー。